広東省、そういった地域の人々ですね。こういった人々は自由貿易やってました。そうなりますと民国化すると、これは、反乱と映りますね。そういうわけで民国とこの倭寇という海上、交易勢力、これは常に戦闘を行ってました。16世紀中盤のその頃、そういった時代背景があります。それから、民国にとって倭寇は、シナ人や日本人だけじゃなく、ポルトガルもいたんですね。ポルトガルも民国に交易を要求してきた。あとスペインもオランダも来て、イギリスも来た。みんな民国から見ると倭寇なんですけども、これで自由貿易をやりましょうという、そういった、ということで、いろんな船がこの東アジア海域に来てまして、そこで当然のことながら発見されるのが台湾なんですね。その当時ポルトガルの船の人が台湾を発見してですね、あの船員さんが、ああ美しい島と叫んだと、ポルトガル語でイラ・フォルモサという、まあ、それでそのフォルモサがその台湾の名前になった。今、だから欧米人の間は今でもフォルモサが台湾の別称になっているわけですね。それからその世界地図に初めて台湾が登場するのもこの頃ですね。やっぱりポルトガル人が描きました。でそれからシナ人の書いた文献で初めて台湾が、はっきり台湾と分かる形で記載されたのもこの頃ですね。倭寇研究のためにこの日本の事情を書き記した、日本一貫という本があります。鄭春光という人が書いた。そこにこの小島という名前で台湾が描かれています。でそれからその頃は民国の軍団に追われた倭寇の軍団が、民国の支配の及ばない台湾に逃げ込んで、そう拠点にもしていました。あるいはその、そこを拠点にですね、まあ、そのシナ人が入ってきて民国と日本との間のこの中継貿易拠点にもしていたんですね。これが15世紀後半の話です。それから、スペインがやってきて、まあ、マニラ取るんですね、フィリピンですね。でその北の台湾を発見して、あ、これは民国あるいは日本に進出するいい拠点だなと、見ていた。まあ、要するにあの国は民国日本と交易すると同時にそれを征服しようと考えた国ですね、スペインは。それに対して豊臣秀吉は、逆にこっちがやってやるつんで、スペインや民国に情報を求める、まあ、朝鮮出兵というのを求められましたけど、その時台湾を取ろうと動き出しました。それで慌ててスペインが、台湾を遠征の艦隊を編成したということもありました。まあ、秀吉が死んじゃったんですが取りやめになりましたが、そこに今度オランダがやってくるとかですね。それから徳川家康も何としてもあそこの台湾を貿易拠点にしたいということで二度ほど大艦隊派遣してですね。で上陸してその日本の侍200人ぐらいが原住民にみんな首からしちゃったという、そういった説もありますが本当かどうか知りません。それから当時は南進ブームですから、まあ、17世紀に入ってどんどん日本町何も用意できました。台湾に日本町はできなかったけど大勢の日本人の商人があそこにいて、倭寇と一緒に、まあ、その商人自体が倭寇と言っていいと思いますが倭寇の攻撃が行われ、そこにオランダが入ってきて、スペインも入ってきた台湾に。スペインまずオランダが入植します。南部の方、今の台南あたり初めて、台湾はこれによって、一つの国の政府の統治下にもなりました。で、まあ、スペインはまあそのうちオランダに追っ払われる、あるいは日本は鎖国のためにこの撤退する、まあ、そういうことで台湾はオランダの島になったんです。でオランダの島になって、でオランダ人はそこで米とかそれからその砂糖を生産しましたですね。そういうものをどんどん日本であるとか、それからオランダ本国まで送ったというまず、この台湾からあるいは長崎台湾からヨーロッパにつながる一つの貿易ネットワークというのがこの時代形成されたんですね。つまりネットワーク上非常に台湾が大きな位置を占めたことになるんです。つまり誰も知らなかった島がですね急に豊かになったということですね。発展をしたということですね。開発が行われ、そこにですね、ところがこれに溝を刺したのがやっぱりこの中華なんですね。中華の内戦文化ですね。当時民国が滅んでですね清国にやられて、で民国、まあ、難民なんていうのができて内戦やってたわけですね。その内戦の、内戦が持ち込まれるんです台湾に。要するに帝政公っていうのがいましてね、帝政公っていうのはもともとはこれ倭寇の親分の息子なんですけども、これはまたその倭寇ですと思うんですから水軍引いてですね清国を戦って、
まあ、ちょっと不利になって台湾に撤退してきたんです。で、台湾を大陸反抗基地、まあ、蒋介石の先輩のようなもんですね、そういうことにして、でまずオランダ人を奪われました。オランダ人にそこで商売できなくなってしまった。ところが鄭西高翌年死んじゃってですね、これは鄭西高が台湾を占領したの1660何年かだったですね。で63年ですか。で翌年64年、その後を継いだ鄭家というのが東の安寧の地、内戦の及ばない東の安寧の地として東寧という名前をつけて、東寧という国王朝を作るんです。独立国家、シナとはもう関係ありません。台湾で作ります。でこの東寧は一生懸命この 国際貿易を励みまして、またこれも大繁栄しました。台湾は繁栄豊かになりました。ところが10年後、清国でその三藩の乱というのが、内乱がありましたですね、三藩の乱。やっぱりこのシナ人はどうしても、やっぱ戦争好きなんですね。で、東寧王国ついに出兵して、7、8年戦って、すっかりもう疲弊しちゃいまして、台湾は。で、相手の果てに清国の水軍に攻められて降伏して、で、清国はもうこの台湾に行っちゃダメだよってみんな引き上げなさいと、そこにいたシナ人を全部引き上げさせました。で、空っぽにする。これで、台湾はもう反抗地にならないようにしたわけですけども。でもそのことしたらオランダ人とか日本人がまた台湾を取って清国を脅かすんじゃないかという意見があったので、清国はいやいやながら1684年、福建省の中に台湾を組み入れました。これが先ほど言いましたように初めて中華帝国の下に台湾が置かれた、ということですね。でところがとにかくこのオランダなんかに取られないにしたいがためだけであって、開発は一切ありません。それからもちろんそこにシナ人も送り込みません。解禁政策に敷かれてました。移民は禁止してました。それで、やがて新国自体も、まあ、鎖国になっていることで、台湾は完全にそれまで国際貿易の拠点として栄えていたんですが、停滞の時代に入っているわけですね。これはシナに飲み込まれると、シナの統制下に置かれると、この今まで自由自在に、動いてきたこの海洋の島、貿易の島、やっぱり停滞しちゃうということを言い表したなと思います。で、その後19世紀になりまして、まあ、そのフランスに一回占領されます、北部の方が。それで、これが台湾、清国はこれはまずいなっていうんで、慌ててこの台湾開発を乗り出すんですね。台湾省に格上げし、一応当時この偏方自強運動じゃなくて洋務運動が始まってましたから、洋務運動の実験台として近代建設を始めたんですが、まあ、10年ほどしまして日清戦争が起きて、で翌年日本に敗れて、その台湾省も、日本に永久割譲されます。こうして、中華帝国の台湾支配はこれでおしまいです。当時、孫文によりますと、下関条約当時、シナ人は、台湾の存在すら知らなかった、名前すら知らなかったそうです。あの時清国もですね、まあ、両党半島も日本に割譲したんだけど、でも両党半島は何としても取り戻したいっていうんで、そのロシアに頼んで三国干渉を通じて日本から取り戻しまして、まあ、またロシアに持ってかれちゃいましたけど、台湾に対してはそれやりませんでした。なぜかというと、台湾は海の彼方の、名もない小さな島、あの別にいいよというのが、これが元来のシナ人の台湾観ですね。無関心、その重要性もわからない。で、まあ、それで日本は日本によって50年間の近代建設時代に入ります。でその時にこのシナ人をですね、まあ、今は台湾は中国の絶対不可分の領土というけれども、当時はそんなこと言いませんですね。例えば孫文、台湾の独立を応援するってことを発言します。それからシナ人が始まりますと、蒋介石も台湾独立 したらいいとか、それから毛沢東も周恩来も同じような発言しています。台湾を取り戻せってことは言ってません。ところが、あの国の領土欲が頭を持たれるのはですね、大東亜戦争入ってからですね、1941年に開戦になって、1942年にフィリピンが日本軍に攻略されると、アメリカの方は何としてもフィリピンを取り戻そうということで、その北側の台湾の島の研究を始めるんですね。で、その時にアメリカにいました蒋介石政権の外務大臣である、総司令とか、
また首相である、孫健とか孫健行政長官、行政委員長、アメリカにいまして、その話聞きまして、台湾には砂糖も産出するし、砂糖もあるし、米もあるし、武器もある、黄金も出る、ぜひ台湾欲しいという考えだそうです。それで目撃談があります。そしてそれ以来、蒋介石政権は戦争に勝ったら台湾くださいねってことをアメリカに要求するようになった。それから2年、翌年1943年カイロでルーズベルトとチャーチルと蒋介石が一緒になって、そのこれから日本どう料理するかっていう、話し合いしましたですね。でそこで蒋介石はルーズベルトに対して、台湾を中国に返還するよう、決定してください。だルーズベルトはもう蒋介石すごい 大臣さんです。大臣しないと蒋介石って戦争を真面目にやってなかったんですよね。戦ってほしいからいいよと言って、まあ、そういう口約束があって、まあ、口約束というかその後それが文書化されているわけですけども、で戦争終わって蒋介石の軍隊が台湾を占領した。そこで何やったか、虐殺ですよね。信濃の兵隊っていうのは戦に勝つと相手の城を入るって言って略奪と虐殺やるんでしょ。略奪と虐殺をやってます。そして、その後蒋介石政権自体が国共内戦に敗れ亡命してきます。内戦下にまた台湾を置かれちゃった。そこで戒厳令が敷かれ、台湾人は大変苦労、恐怖政治敷かれて多くの人が亡くなってます。でその後民主化とも行われました。民主化っていうのはこのような信濃人支配から脱却するということを意味しました。ところがその民主化、これから台湾人の国にするんだと言ったら、中共がすればそれは台湾独立の動きだとなるわけですね。それで軍備拡張して、何つでも台湾を落としてやろうと言って今日に至っている。そして今馬英九政権が出てできて、今度台湾を信濃に献上するようなそんな動きに、出ているわけですね。このように言いますとですね、やはりこれは台湾だけに限らず、チベット、ウイグル、南モンゴルもそうですし、日本もそうなんだけど、信濃に関わっちゃうと繁栄はできません。自由は奪われますということが分かると思うんです。この台湾の歴史を見ればそれは一目瞭然ですね。ですから今中国経営者が進めている馬英九政権に対して、やっぱこういった歴史を台湾の人に、ね、知ってほしいわけなんだけども、実はこういった歴史を台湾の人々は学んでないんです。というのは、こういった今まで国民党政権はこの戦後台湾人を支配するときに、チベット、ウイグルとモンゴルも同じなんですけどもね、同化政策やるんです。まあ今の三民族の場合はですね、もうこれ急進的な同化政策で、同化じゃなくて民族浄化と言っていいんですけども、台湾の場合も同化政策、中国人政策やったんです。その時学校では歴史の授業、地理の授業で一切台湾の歴史地理を教えなかったんです。教えるのは信濃のことばかりで、台湾のこと、台湾の歴史を教えるとしたら、せいぜい帝政公がオランダを台湾から追っ払いましたということですね。明の帝政公が台湾を回復したって教え方です。回復したって言うけど、台湾は明に領有されたことないですよね。それから当時すでに明は滅んでます。でもこういったデタラメなことをやって中国人意識というものを植え付けるという。その代わり台湾の人々はそんな昔のことは全然知らないわけです。日本時代何やったかも知らない。これじゃいけないっていうんで、民主化時代になって今から十数年前に李登輝さんがこの台湾の歴史の授業、そういうものを中学あるいは高校に組み入れて、今の子どもたちはこういった、歴史を学ぶことができる。でも30代以上の人はこれ知らない人が多いわけですね。だから、国民党もよく考えたものだと思います。やっぱり歴史教育がとても大事ですね。でもう一つ、今この僕が歴史の話しましたのはですね、一つ、目的がありまして、それは今一つの中国と中共が言っています。その根拠は何かというと、歴史的根拠と法律的根拠を挙げています。歴史的根拠は昔から中国のものだった。でも今お話ししたように、昔から中国の領土ではありません。もし台湾が中国の固有の領土であるというのであれば、だったらオランダの固有のオランダの領土になってしまう。あるいはね、その後でも秦国が統治したって言うんだけど、でもその次は日本が統治してるんだから、日本だって領有権主張することができることになるわけですね。
まあ、このような、歴史、これは一つの、中共に対する一つの武器になるとは僕は、いろんな意味ですね思っています。それからもう一つ、一つの中共の根拠というのは法律面の根拠ですね。なぜ、まあ、要するにこの台湾は中国の領土である、要するにこのこういった領土の確定というものはこれ法律が決めるんですね。国際法ですね、条約、国際条約、国際条約の面において中国はいかに一つの中国というものを主張しているかですね。これはですね、これとても大事なことなんでちょっと詳しく話させていただきますが、少なくとも終戦まではあそこは日本の領土でした。これ誰も異議を挟むことができません。で、なぜそれが中国の領土になったかというと、シナ人の主張は、まあ、国民としての中共にしてもこう主張します。先ほど言いましたカイロ宣言、まあ、カイロ会談、そこで蒋介石が台湾をくれと言いました。で、ルーズベルトはダメって言ったんです。あ、ごめんなさい、チャーチルはダメって言ったんですね。で、ルーズベルトはいいよと。で、その結果プレスリリースが出まして、日本に打ち勝ったら台湾は中国に返還することになるというプレスリリースを出しました。そこのプレスリリースの文章はいつの間にかカイロ宣言、宣言というと条約なんですね、カイロ宣言というふうになっちゃって、もちろんその条約だけど調印されてないですよね。それがなんか一人歩きしちゃったんですね。で、日本が負けまして、1945年負けまして、9月2日、ミズーリ号上で、降伏文書を調印します。これは一つの条約です。その降伏文書の中には、日本はカイロ宣言を遵守すべしと受け取るというか、そういうふうに、別の書き方ですけどね、実際はポツダム宣言を実行せよという、そういったですね、一条がありました。ポツダム宣言の中には、カイロ宣言を遵守せよという第8項というのがあります。カイロ宣言の中には、台湾は中国に返還すべしとあります。ですから日本は結果的にこの降伏文書を調印を通じて、台湾を中国に返還するという法的義務を負いました。そして、中華民国は、その翌月、10月25日、台湾に進駐しまして、それで台湾の領有権を含め、接収を行いました。こうして台湾は中華民国倉庫の懐に帰ったと、そういうふうに宣伝しているわけですね。日本が返還したんだということですね。その後中華人民共和国ができて、で、中華人民共和国はもう中華民国を滅んだ、中華民国の全領土は我々が継承した、台湾もまた中華人民共和国の領土である、中華民国は早く統一に応じなさい、これが今の中華人民共和国、もうこの60年間もう毎日のように言ってきたこの宣伝の、内容がこういうものです。ところが中華民国のに言わせれば、いや俺たちはまだ生きてるよと、滅んでませんよ、台湾は中華民国のものであると、そういうことを言って、まあ、その一点で対立してきたわけですね。これが中国人の主張です。で、こういった主張を、日本人は、政治家、マスメディアも含めてずっと信じてきたんですね。でも実際は全く違います。事実を言うとですね、日本は水入り号の降伏文書で台湾を中国に返還する、まあ、割譲する、そういう約束したのは事実なんですね。で、その後ですね、中華民国の軍隊が台湾に10月25日行ったのも事実ですね。でもそこで何が行われたかというと、あくまでも中華民国の軍隊は台湾を領有するために行ったんじゃなくて、日本の軍隊の降伏を受け入れるためにマッカーサーの命令に基づいて行っただけなんです。で、その向こうで、その台北でですね、降伏式典というのがあって、それでその降伏文書に、その台湾の、その日本の、まあ、第10軍司令官の安藤力士大将をサインします。で、日本の降伏を終わりました。で、まあ、日本本土はアメリカ軍に占領されましたけど、進駐を受けましたけど、台湾は中華民国の軍隊に進駐されるという形になったわけですね。ところがその時ですね、中華民国は安藤さんに対して、安藤さんというのは第10軍司令官であると同時に台湾の行政長官だったんです。台湾総督、その台湾総督である安藤さんに対し一枚の命令書を突きつけます。そこには台湾の領有権を中国に渡せと書かれています。安藤さんは戸惑いました。なぜならば、戦争の結果に伴う領土の変更、割譲とかそういうものなんですね。これは全て講和条約で取り決めるのがルールなんです。こんなことだったって無駄だよと思ったけど、
でも敗軍の将だから署名しました。もちろん無効です。台湾総督勝手に領土割譲する権限ありません。東京都知事がですね、外国の命令書にサインしてですね、東京都をその国に挙げるってことできないですよね。ちょっと同じ理由なんです。ところが中華民国はご説問になったって騒いだ。でも他の国、連合国の他の国はそのものを認めません。そんなインチキは認めるわけがありません。で、蒋介石が、台湾に来たのはあくまでも亡命政権として逃げてきました。で、中華人民共和国ができたわけですから、その後になって初めてサンフランシスコ講和条約、つまりこの全てのその領土処分の問題も含めた条約、結ばれます。連合国と日本の間で、まあ中華民国も中華人民共和国も呼ばれてません。中華民国はすでに領土を失っています。それから中華人民共和国は朝鮮侵略、朝鮮戦争で侵略しましてね、呼ばれませんでした。ただ、シナ抜きでやりました。別に向こうでも、不法なことでもありません。で、そのサンフランシスコ条約によって、日本は台湾をどうしたかというと、放棄させられたんですね。放棄。ただ、主権放棄。放棄したということは、その時点まで、昭和21年4月27日にその条約を発効しますが、その時点まで、台湾は日本の領土だったんですね。でそれを放棄しました。じゃあ台湾は誰のものになったかということについては、これは、台湾の住民に自決してもらいましょう、決めてもらいましょうという、そういう段取りというか、そういうことが望まれたわけです。これが、ですから台湾の地位は未定であるという言い方がありますが、これそういう意味なんですね。ただ台湾の住民の自決はできませんでした。なぜかというと、すでに中華民国亡命政権がそこに入ってきて、で戒厳令してですね、で600万人の台湾人を押さえつけて、でもし台湾独立だって言ったらもうすぐ逮捕投獄ですね。だから住民自決なんかとてもできる状況じゃなかった。その後日本は中華民国、まあその直後を承認して、その後中華人民共和国を承認したわけですね。今から40年前で、その時日中共同声明というものを、日中両国で発表されます。そこには日本は、ごめんなさい、その中国は、中国政府は台湾は中国の不可分の領土であると重ねて主張すると。で日本政府はその中国の立場を理解尊重するとなんですね。あくまで中国がそういうことを言ってる、そういうことを言う立場をであることは理解し尊重しますよと言っただけで、台湾は中国の領土であると承認はしていません。理解尊重するというのは日本の必死の抵抗なんですね。なぜかというと、台湾は中国のもんじゃないのに勝手にそういうことを決めちゃいけないわけですよね。あんたのもんと承認しますということは言えません。不法行為です。ところが理解尊重するで日本人みんな混乱しちゃってるということですね。こういったですね、もう簡単なんです。一つの中国は法律的に見ても全くのフィクション。このフィクションはフィクションであるということを国際社会に伝えたいですよね。それで台湾統一というものは実は中国の内政問題、世界の国が手を出しちゃならない内政問題じゃなくて、世界の国が干渉しなければならない対外侵略の動きであるということを伝えなきゃいけませんよね。そのためには中華民国で台湾自身に言ってほしいけど、台湾はそれ言いません。中華民国、台湾地位見て出したら中華民国政府自分たちは何なんだとなっちゃうから、これ絶対口が裂けても言いません。中華人民局もそのこと言ったらもう絶対にしません。だから今日本政府は口が裂けても台湾は中国の領土じゃないってことは言えなくなっちゃってます。僕何度も外務省中国に電話してます。認めろって。台湾は中国のもんじゃないよね。いや、我が国の見解は台湾の帰属する気についてはとにかく言わないというのが政府見解です。違うんですよ。最初の政府見解は中国に対してすでに日本は台湾を放棄してる、自分の土地じゃないんだから勝手に案内あげられませんよ。放棄した島のことをとやかく言う権利はありません。中国のもんだということはできませんというのが政府見解だった。最初は40年前。今違います。いつも変わっちゃってる。中国はどこに帰属するか。中国のもんじゃないということ、中国のもんだとは言えませんという立場から、今はですね、中国のもんだとも、中国のもんじゃないとも言えませんという立場に変わっちゃってるんです。僕もこれもう、何度も外務省に電話してですね、全部の会話、通話時間足したら、多分、2時間かそれを超えるんですね。もう絶対認めませんから、僕いつも食らいつくんですよ。いつか現地行ったろうと思って。まあそういうこともそれは別として、今そういう状況なんです。日本が言わなくて誰が言うのかということなんですよ。日本が返還した、活用した、だから中国は一つだと言ってるんだから、
日本が言ってません、我々やってませんというだけで国際社会変わるんですよ。そして中共の台湾侵略の営みもですね、ここで抑止されるんですよ。そう、日本の安全も確保されるのになぜそれやらないのかということですね。それから、もう少し時間ですね。じゃあ、実はですね、今日はですね、もう一つだけ面白い話しようと思ったんです。あ、じゃあ5分だけね。いいですか。じゃあ簡単に言います。皆さん民族問題にもちろんご関心お持ちですから、面白い話させていただきますと、実際漢民族かどうかですね。台湾人がジャパンデビューは NHK ジャパンデビューの番組は、あれは本当に中共の反日歴史家とかですね、反日政治室とかに基づいて作った番組ですから、いろんな批判があったんですね。その中で番組冒頭に、台湾の人々は中国大陸から渡ってきて、ほとんどが中国から渡ってきた漢民族ですってあったんです。で、これも批判されました。漢民族じゃないってみんな批判したんですね。でみんな漢民族じゃないっていうか、僕もちょっと言いにくかったから言わなかったんですけど、僕は漢民族だと思ってるんですね。ただ中国から渡ってきたっていうのは間違ってます。実は中国で漢民族にされた人々っていうのが正しいんですよね。漢民族っていうのは要するに、まあ、あの人たち漢民族文化実際に持ってるし、そして漢民族と思い込んでる、こういったこのアイデンティティとか主観的なものがあって初めて民族とも形成されるわけですよね。これどういうことかというとですね、まあそのあの国台湾にはですね、まあいろんな数値統計が様々なんですけど、大体、あの島の昔からの住民は原住民と言います。高砂族、大体 2% ぐらいですね。それから、戦後蒋介石亡命政権としてやってきた人々およびその、子孫たち、外省人という、まあ、市内の方々、これが、まあ、その 10% 前後、7% も言いますし、12%も言いますが、それ以外の人たちは、まあ、いわゆる台湾人と呼ばれる人たちですね。放浪語をしゃべる人たち、これは放浪語というのは、福建省南部の言葉ですね、まあ、いわゆる台湾語ですね。でこの放浪人、これがそのうち、まあ、全人口の約7割、それから、まあ、要するに福建省から来た人々の子孫だと言われています。それから客家人、客家語者、八漢の人々、この人は約2割弱ですね。でこの八漢人と放浪人足すと約9割、この9割の人々を対象にした、DNA 調査が行われまして、でまあ、その原住民、2割ぐらいの原住民というのは、これはマレーポリネシア合計。